は黄色の衣装。そんなですか？遠かった。遠いよ、うん、歩いて走ってきた。マジシャンだから、あ、指を鳴らして、うん、ちょっと走る。すごい、ということで今日は新潟でマジックショーです。いただきます。
方かもしれません。ここ今上越妙高駅なんですけど、ずっとあの看板での看板ここにね、覚えられないな。ちょっとさっきあの読めなかったよね最初。ここはなんか冬のすごいなんつうの、雪降るシーズンは、うん、こんぐらい雪積もるんだって。やばいじゃん。やばくない？歩けないじゃん。もうそうだよ。どうする？え、もうなんかそこで止まるしかない。だよね。